聴取いたします。斉藤国土交通大臣。職信者同会よろしくお願いいたします。国土交通省関係の令和4年度予算につきまして、その概要をご説明申し上げます。まず一般会計予算の国費総額は5兆8,508億円です。また復興庁の東日本大震災復興特別会計に一括計上されている。 国土交通省関係予算の国費総額は379億円です。このほか、自動車安全特別会計および財政投融資特別会計に所要の予算を計上しております。北海道、離島および奄美群島にかかる公共事業予算につきましては、多少関係予算も予算を含め、国土交通省予算に所要額を一括計上しております。財政投入計画には 1> 1兆億円を計上しております次に、令和4年度予算の基本的な考え方をご説明申し上げます。今、我が国は、依然として続く新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴って、交通・観光事業が直面している厳しい経営環境や、年々激甚化、頻発化している豪雨や大雪等の自然災害という未曾有の危機に直面しております。一方で カーボンニュートラルの実現やデジタル化の推進等、新たな時代の課題にも適切に対応することが求められています。このような状況の中、国民の命と暮らしを守り抜き、危機を克服するとともに、デジタル田園都市国家構想の実現等により、ポストコロナの新しい資本主義を起動させることが急務となっています。こうした認識のもと、令和4年度予算では、国民の安全安心の確保、 社会経済活動の確実な回復と、経済好循環の加速拡大、および豊かで活力ある地方づくりと分散型の国づくりを三本柱として、令和3年度補正予算と合わせて切れ目なく取り組みを進めてまいります。この際、公共事業を効率的かつ円滑に実施するため、施工時期の平準化や、市場実態を反映した予定価格の設定、適正な工期設定、 国庫債務負担行為の積極的な活用等を進めてまいります。それでは各分野の主要事項をご説明申し上げます。第1に、国民の安全安心の確保についてです。東日本大震災や大規模自然災害からの復旧復興を図るとともに、防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策を計画的に進めることとし、軽石の除去対策、流域治水の本格的展開、 総合的な土砂災害対策の加速化強化、災害時における人流、物流の確保のための交通ネットワーク整備、盛戸土による災害防止、線状降水帯等の観測・予測体制の強化、インフラ老朽化対策等による持続可能なインフラメンテナンスの実現等に取り組み、防災・減災が主流となる安全・安心な社会を構築します。加えて 通学路等の交通安全対策や、戦略的海上保安体制の構築等を進めてまいります。第二に、社会経済活動の確実な回復と、経済好循環の加速拡大についてです。危機に瀕する交通、観光の確保、維持に万全を期しつつ、ポストコロナを見据え、公共交通の活性化、 地域経済を支える観光の本格的な復興の実現等に取り組みます。また、産業の競争力強化等に資する社会資本の重点整備、住宅建築物の省エネ対策や、木材利用の促進、自動車の電動化等の促進等のグリーンカー施策、国土交通分野のデジタルトランスフォーメーション、インフラシステム、海外展開などを積極的に進めてまいります。第三に 豊かで活力ある地方づくりと分散型の国づくりについてです。共生社会実現に向けたバリアフリー社会の形成、二拠点居住やワーケーションなど、住生活環境の充実、条件不利地域の振興、スマートシティ、次世代モビリティや、コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづくり、孤独・孤立対策等を推進してまいります。以上をもちまして国土交通省関係の 令和4年度予算の説明を終わりますよろしくご審議のほどお願い申し上げます以上で予算の説明の聴取は終わりましたこれより質疑に入ります質疑のある方は順次ご発言願います委員長大野安忠君